おはようございます。本日の会議におきまして、出席者全員が2015紀の国和歌山国体和歌山大会の応援ウェアを着用しております。いよいよ9月26日から第70回国民体育大会2015紀の国和歌山国体が、10月24日からは第15回全国障害者スポーツ大会2015紀の国和歌山大会が開催されます。国内最大のかつ最高の国民スポーツの祭典であります。これらの大会を盛り上げるともに、その成功に向け市議会といたしましても全力で取り組んでまいりたいと考えていますので、市民の皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。ただいまの出席議員数は22人で全員であります。これより本日の会議を開きます。この際当局より発言の申し出がありますので、これを許します。教育次長、はい、おはようございます。私、今回の議会議案審議におきまして、おきまする答弁で二件の誤りの発言を申しいたしました。今回時間をいただきまして、お詫びをして訂正をさせていただきたいと思います。いずれも8番議員からの質問で、使用料の各条例ごとの増収に対する質問がございました。その際、まず議案第13号において議案第13号の橋本市都市公園条例の一部を改正する条例での答弁で、運動公園の同額分を500万円程度といたしましたが、正しくは運動公園と住吉運動公園合わせて400万円ということで修正をさせていただきます。なお、すべて26年度実績で修正をさせていただきます。また議案第14号橋本市立社会体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例で、同じく同州部分伏原を28万円、神室を6万6000円と答弁いたしましたが、神室体育館につきましては減額改正となっておるため、社会体育施設全体では6万円程度の減額となります。お詫びして訂正を申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。ご了解願います。この際報告いたします。去る9月10日の本会議において設置されました平成26年度決算審査特別委員会、委員長に6番小林君、副委員長に7番高本君が選出されました。以上で報告を終わります。これより日程に入り、日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において12番堀内君、17番井上君の2人を指名いたします。日程第二、認定第一号、平成26年度橋本市一般会計決算の認定についてから、日程第10号、認定第14号、平成26年度橋本市病院事業会計決算の認定についてまでの14件を一括議題といたします。ただいま議題となりました本案に関し、平成26年度決算審査特別委員会委員長から、委員会において審査中の事件につき、会議規則第111条の規定によりお手元に配布いたしました新首相のとおり、閉会中の継続審議の申し出があります。お分かりいたします。委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。日程第16、議案第8号、橋本市男女共同参画推進条例についてから、日程第18、
議案第12号橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてまでの3件を一括議題といたします。本案に関し委員長の報告を求めます。総務委員会委員長11番田中君。11番田中君。おはようございます。それでは委員長報告の朗読をもって報告に変えさせていただきます。去る9月10日の本会議において本委員会に付託された議案第8号橋本市男女共同参画推進条例について、議案第10号橋本市手数料条例の一部を改正する条例について、議案第12号橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを審査するため9月11日に委員会を開催し、慎重審査の結果議案第8号議案第10号は全会一致で原案可決、議案第12号は賛成多数で原案の通り可決するすべきものと決しましたので、以下その概要を報告いたします。議案第8号は男女共同参画社会の実現を目指し、その基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明示するとともに、男女共同参画に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するための条例を制定するものである。委員から条例に前文がないことについて、パブリックコメントでも指摘されているが、なぜ盛り込まないのかとの質疑があり、他自治体の事例において、前文ではその歴史や社会情勢について記載している。男女共同参画推進懇話会において検討したところ、本市の歴史については古いが条例に盛り込むような内容ではなく、社会情勢については国が本年12月に第4次男女共同参画基本計画を策定予定であるなど常に変化している状況であり、条例に盛り込むと変更が難しくなることもあり、概要版で対応するべきという意見が多数であったためであるとの答弁がありました。男女共同参画審議会の委員は15人以内となっているが、男女比率についてただしがあり、第16条第4項に定める区分ごとに男女比が同じになるよう努める懇話会については、現在、男性は5人、女性は10人であるとの答弁がありました。条例に市の責務を規定し、施策を実施していくにあたり、一定の予算措置が必要であると考えるが、所管下における男女共同参画と人権推進に関する予算の現状と来年度の予算の方針についてただしがあり、本年度予算では男女共同参画に関して66万1000円、人権推進に関して1155万2000円である。男女共同参画に関する講座の開催や窓口の設置を考えており、28年度予算に反映していきたいとの答弁がありました。啓発活動についてただしがあり、サマーボールやマッセ橋本などのイベントや街頭での物品配布、スーパーの女性トイレ内への DV 被害相談の啓発など、これまでの啓発活動を継続しながら、各研修を一層充実していきたい。また、広報誌において、11月の人権を考える協調月間に合わせ、DV 関係等について掲載するとの答弁がありました。男女共同参画に関する相談件数と対応についてただしがあり、DV 関係の相談は平成25年度は3件、26年度14件、27年度は現在までで6件であった。相談内容に応じて関係各課と連携しながら対応しており、シェルターが必要であれば保健所を通じて対応するとの答弁がありました。目標設定をするのかとのただしがあり、第2次橋本市男女共同参画計画において目標を設定しており、市が設置する審議会等における女性割合を28年度に 35%、当該計画の最終年度である33年度に 40%、
女性委員がいない審議会等の割合を33年度 10%、市の管理職における女性割合を28年度 20%、33年度 25% にすることを目指しているとの答弁がありました。他自治体において、DV やシェルターの事情を知らない職員が誤って情報を漏らしてしまった事例があったが、本市の対策はとのただしがあり、重大な問題と考えており、関係各課と連絡会を開催している他自治体の事例が発生すれば、注意喚起の文書を各会通知し、万全の対策を講じているとの答弁がありました。議案第10号は、マイナンバー制度の開始に伴い、通知カードと個人番号カードについては、最高不手数料を定め、また、住民基本台帳カードについては、本年12月末をもって交付終了となるため、交付手数料規定を削除する、また、戸籍、住民票に基づく行政証明の手数料と、地方自治法の改正に伴う認可遅延団体に対する不動産登記の特例に関する情報提供や通知の手数料を新たに定めるものである。委員からやむを得ない場合は、無料で通知カードや個人番号カードを再交付すると規定しているが、どのような場合かとのただしがあり、住所や氏名を変更したときに記載するカードの追記欄の余白がなくなった場合や、個人番号カードに搭載されるIC チップが機能しない場合などであるとの答弁がありました。マイナンバー制度は市民に未だ十分に浸透していないと考えるが、周知方法についてただしがあり、広報誌において4月号はマイナンバー制度の概要について、7月号では10月からマイナンバーの通知開始について、9月号ではやむを得ない場合は通知カードの送付先を変更できることを掲載した。10月号では通知カードの発送と個人番号カードの申請方法について広報する予定であるとの答弁がありました。通知カードの郵送に関して住所不明であった場合はどう対応するのかとのただしがあり、簡易書き留めで転送不要として郵送されるが、届かなかった分は市民課に返礼される、住民変更や死亡など順次精査し送付可能なものは再度送付する。なお、個人番号カードについては郵送ではなく市民課窓口で本人確認し直接交付するとの答弁がありました。不動産登記の特例の内容についてただしがあり、認可遅延団体が所有する不動産の登記をするときに相続人不明等により手続きが困難である場合、市が登記について異議のある関係者は異議を申し述べるよう広告し、3ヶ月間の広告期間において異議がなかった場合に団体が登記できる制度であるとの答弁がありました。議案第12号は市民会館ホールや会議室設備等の使用料について使用料手数料等に関する基本方針に基づき受益者負担額の適正化を図るため受益者負担割合を 70% として見直しを行い使用料を改定するものである。委員から現行の受益者負担割合についてただしがあり 46.68% であるとの答弁がありました。エアコンを利用する場合の使用料も変更されるかとのただしがあり、基本使用料に対し5割加算するという規定が別にあり、加算割合に変更はないが増額となるとの答弁がありました。近隣自治体の同規模施設の使用料について調査したかとのただしがあり、調査を行っており、施設の大小や新旧により一律に比較するのは難しいが、改正後の使用料においても他自治体の使用料より安い部分が多いとの答弁がありました。基本方針において使用料を見直しするときは経費や原価について過去3年間の実績をもとに算定するとしているが、今回の改定は基本方針と整合性が取れているかとのただしがあり、東日本大震災に起因する電気料の高騰により過去3年間の実績により算定すると実態にそぐわないと判断し、最新値である25年度決算値から算定している。その結果受益者負担割合が 50% 弱であったことによる見直しであり、
基本方針に準じるという形で整合性を保っているとの答弁がありました。討論に入り、原案に反対の立場から、基本方針に基づき受益者負担割合を上げることによる使用料の値上げだが、市民会館は市民の方が大ホールで発表会を行うなど、さまざまなことで使用している。現在の経済情勢は消費税が増税され、給料が上がった企業もあるが、全体的には景気が良くなっていない状況であり、市民負担を増やす値上げの条例改正には反対するとの討論がありました。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので質疑を終結いたします。これより議案第8号の討論に入ります。討論することありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第8号橋本市男女共同参画推進条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第10号の討論に入ります。討論することありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第10号橋本市手数料条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第12号の討論に入ります。討論することありませんか。8番坂本君。議案第12号橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。使用料手数料等に関する基本方針に基づき市民会館の基本使用料付属設備使用料を受益者負担割合を 46.68% から 70% に上げ現行の 1.2 倍に引き上げるという議案です。使用料手数料等に関する基本方針は平成23年11月に策定したものされたものであり、なぜ今見直しなのか。176万円の増収を見込んでいるということですが、橋本市の予算から見ればわずかな金額です。市民会館は橋本市民会館設置及び管理条例第1条に規定されているように市民の文化教養の向上と福祉の増進を図るために設置されたものです。市民が利用しやすいようにするべきです。消費税も上がり景気が良くなっていない中、市民負担を増やす本議案に反対します。次に賛成の立場で討論することはありませんか。ありませんか。他に討論することはありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第12号橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。
よって議案第12号は委員長報告のとおり可決されました。日程第19、議案第13号、橋本市都市公園条例の一部を改正する条例についてと、日程第20、議案第16号、指導路線の認定についての2件を一括議題といたします。本案に関し、委員長の報告を求めます。経済建設委員長、17番井上君。17番井上君。おはようございます。それでは去る9月10日の本会議において本委員会に付託された議案第13号、橋本市都市公園条例の一部を改正する条例について、議案第16号、指導路線の認定についてを審査するため9月14日に委員会を開催し、慎重審査の結果、議案第13号は賛成多数で原案可決、議案第16号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しましたので、以下その概要を報告いたします。議案第13号は都市公園に設置する各施設の使用料について、使用料手数料に関する基本方針に基づき、利益者負担額の適正化を図るため見直しを行い、使用料を改定する、合わせて住吉公運動公園について、夜間照明設備がない多目的広場の夜間使用料を削除し、市内市外利用者の使用料を統一するものであります。なお使用料改定については、受益者負担割合を多目的グラウンドと多目的広場は 50%、 テニスコート、プールおよびこの能力地のキャンプ場と芝生広場は 70% と設定し、して見直しを行い、消費税込み使用料が現行の 1.1 倍または 1.2 倍と設定をし、受益者負担額に近づくようにしている。委員から市民プールにかかる年間人件費と利用者数についてただしがあり、26年度で人件費は930万6000円、利用者数が33,915人であります、との答弁がありました。市民プールの利用者数が増加すれば使用料が下がりますが、とのただしがあり、下がるがとのただしがあり、施設の管理運営や維持修繕の経費が今後もかかるので、仮に利用者数が増えたとしてもすぐに使用料を下げられる状況にはない、との答弁がありました。橋本市と市民プール間で運行している無料送迎バスについてただしがあり、運行経費等は大きく来年度以降に廃止する方向で指定管理者と、協議をしているとの答弁がありました。市民プールについて、開設当時から使用料が高いという苦情が、ある中でですね、今回の値上げでありますが、果たして利用者に受け入れられるのかとのただしがあり、値上げをするからにはその分利用者に満足をしていただけるようなサービスを提供していくことも必要であると考えており、指定管理者と協議をしながら売店の設置等も含め方策を研究しするというとの答弁がありました。市民プールの回数券制度にかかる利用状況と周知方法についてただしがあり、回数券は市民プール前の、券売機で販売しており、本年度は2000冊を販売し完売した。校長会を通じ市内の小中学生に、対し利用案内をしているとの答弁がありました。このキャンプ場の利用者数についてただしがあり、25年度1698人、26年度は1857人であるとの答弁がありました。討論に入り、原案に反対の立場から受益者負担を否定するわけではないが、値上げの根拠となる受益者負担割合について合理的な理由が不明確であり、値上げについて再度検討する必要があると
考えるので反対するとの討論がありました。賛成の立場から厳しい財政状況の中で施設の老朽化が進み、現行の使用料の値上げについてはやむを得ないと考える。しかしながら特に多くの市民が利用する市民プールについては値上げ幅も大きく、利用者から値上げ反対の意見が出ることが予想される。値上げする一方、楽しく過ごせる市民プールになったと利用者に感じてもらえるようなさまざまな面で改善に取り組むとのことなので、それに期待をし賛成するとの討論がありました。議案第16号は民間事業者2社がそれぞれ宅地造成に伴い設置した道路について原田長平1号線ほか2路線として新たな指導認定するものであり、委員会は先に現地に赴き調査の後審査を行いました。委員から質疑意見等は特にありませんでした。以上でございます。慎重審議、よろしくお願いを申し上げます。右報告いたします。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので、質疑を終結いたします。これより議案第13号の討論に入ります。討論することはありませんか。7番、高本君。それでは行います。橋本氏、都市公園条例一部を改正する条例に対する反対の立場で、討論させていただきます。特に、市民プールは、市民から使用料が日頃から高い高いという声がすごく、聞かれます。まあ、そういった意味で市民プール、実際26年度については3万3915人と年々増加しているように思います。そういう意味である市民を取り巻く環境といえば、物価がどんどん上がるばっかりで、将来また消費税 10% ということになろうとしているこの状況の中で、ある意味行政サービスというのは財政的に苦しい中状況があるにしても、本来一般の企業と違って、行政サービスというのは本来市民の立場に立って行政サービスする立場でございますから、そういう意味では慎重に値上げについては考えなくてはいけないと思います。でもう一つ、受益者負担を見ましても幅が広くて、今回この件についての受益者負担割合聞きましたが、結局のところ具体的に説明幅が広いために、これ今回このプールにしてもそうですし、受益者負担の割合計算がやっぱりこう曖昧な形でなっていると思います。そういう意味で具体的に市民の納得を得られる意味では、十分ではないので、今回この値上げについてはやっぱり慎重に検討する必要が今回あるかと思いますので、私としては反対の立場で、この意見を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。次に賛成の立場で討論することはありませんか。20爪人君。議案第13号橋本市都市公園条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。この案につきましては、使用料値上げについての案でありますが、大変厳しい本市の財政状況を考えますと、施設利用については、
市民サービスの公平性の観点からも、利用者において応分の負担をしていただくこととともに、今回の値上げについても理解をいただき、やむなしと考えます。しかしながら、問題点もあります。それは市民プール使用料の大幅な値上げであります。市民プールはできた当初から高いとの評判でした。にもかかわらず、今回の値上げは利用する市民の皆様に理解してもらえるのか大変不安であります。さらに値上げすることにより利用者が激減し、経営状況が悪くなることも考えられます。そんな中で当局より委員会において回数券の問題、橋本駅からの無料送迎バスの見直し、そして魅力ある市民プールにするための改善、プールサイドで体を休める日陰を作ることとか、フードショップがないこと、このことについて検討していくということを答弁いただきました。そういうことで、市民プール使用料だけを見ると、若干の問題もありまして、どちらかというと反対したい立場でありますけれども、市民の気持ちを考えると、できる限り安い料金で施設利用をしてもらうことが望ましいのでありますが、全体としては冒頭で述べたとおり、やむなしと判断せざるを得ません。よって本議案に賛成といたします。次に反対の立場で討論することはありませんか。次に賛成の立場で討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第13号橋本市都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第13号は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第16号の討論に入ります。討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第16号指導路線の認定についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決されました。日程第21議案第14号橋本市立社会体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例についてと、日程第22議案第15号橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題といたします。法案に関し委員長の報告を求めます。文教厚生委員長委員会委員長12番堀内君。12番堀内君。報告させていただきます。去る9月10日の本会議において本委員会に付託された議案第14号橋本市立社会体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について、議案第15号橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を改正する条例についてを審査するため9月15日に委員会を開催し、慎重審査の結果いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しましたので、以下その概要を報告いたします。審査の冒頭、当局より今回の使用料の改正にかかる考え方について説明がありました。平成23年11月に策定した使用料手数料に関する基本方針に沿って見直しを進め、できるだけ同一用途施設間の整合性を図るようにしている。それぞれの使用料は
維持管理に要する原価に基礎的、選択的、市場的、非市場的の4つの視点から分類した利用者である受益者と市民全体で負担する税との負担割合を示す受益者負担率を乗じて求められる基準額をもとに見直した。なお、議案第14号のカムロスポーツセンターの体育館とテニスコートについては、受益者負担率をそれぞれ 50% と 70% に、議案第15号の中央公民館、文化会館及び各地区公民館については、いずれも 70% に設定している。また、今回の見直しで基準額が現行使用料に対し 1.2 倍を超えるものについては、急激な利用者負担者増を考慮して、値上げの上限が 1.2 倍となっている。議案第14号は、社会体育施設のうち、カムロスポーツセンターのテニスコート及び体育館の使用料について、利用するものと利用しないものとの均衡を考慮し、負担の公平性の確保、また適正な維持管理を行い、施設をできるだけ長く利用するため、改正を行うものである。委員から質疑、意見等はありませんでした。議案第15号は、文教施設のうち学校施設を除く中央公民館、文化会館、各地区公民館の使用料について改正を行うものである。委員から予約システムについて市民からいろんな声がある中で、ニーズに合った方法、また利用率が上がる方法を検討するなど、改善する考えはあるかとのただしがあり、今回の改正は使用料の適正化にかかる見直しであるが、一方で利用しやすい方法を常々考えることも必要と考えており、改善できるものは検討を進めていきたいとの答弁がありました。このほか、現在維持管理及び運営を指定管理により行っている公共施設について、その多くが公益財団法人文化スポーツ振興公社の特定指定となっていることに関し質疑がありました。委員より維持管理経費を下げる話がない中での特定指定ではなく、価格の競争性を持たせるため、公募の上、選定を行う考えはとのただしがあり、年限を決めて指定しており、更新の際には交渉を行っている。経費についても、積み上げにより積算しており、不適正な点があるとは考えていない。しかしながら、近年の電気代、重油代の高騰などもあり、さらに効率化を図っていただくことも必要であると考えている。そのためにも公募という選択肢もあるわけであるが、当該法人の設立趣旨に諮り、文化事業などは赤字でもやっていただいているところもあり、その辺の評価も含め、特定指定としているところである。当該法人がこれらの指定を失った場合、組織として存続できるかということもあり、公募選定による指定のメリットと当該法人の存続にかかるメリットを比較しながら、今後も検討を続けたいとの答弁がありました。議員の閣議のご賛同、どうかよろしくお願いいたします。ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。質疑がないようですので、質疑を終結いたします。これより議案第14号の討論に入ります。討論することはありませんか。討論がないようですので、討論を終結いたします。これより議案第14号、橋本市立社会体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決されました。次に議案第15号の討論に入ります。討論することありませんか。8番坂本君。
議案第15号橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。使用料手数料等に関する基本方針に基づき受益者負担割合を文教施設は 70% にする。しかし 20% 上げても 70% にはならないので 1.2 倍にするということです。増収見込みは40万円、軽減減免されている団体もありますが、その他のいろいろな活動に利用するものからすれば値上げは負担になります。また営利目的の場合は割増料金を払うことになっております。市民負担を増やす本議案には反対をいたします。次に賛成の立場で討論することありませんか。20番辻元君。賛成の立場から討論いたします。市民サービスの公平性、から利用者負担というのは当然のことでありますが、他のバランス、他のデイとのバランスを考慮して値上げということで、これについてはやむを得ないと思います。しかしながら、社会教育の衰退につながってはダメだと思うんです。この施設につきましては、社会教育の施設、障害学習の施設でありますので、社会教育の衰退につながらないよう、市としてより力を入れていただいて、いろんな面で改善をお願いいたしたいと思います。そのことをお願いいたしまして、この議案につきましてはやむを得ないと判断して賛成いたします。次に反対の立場で討論することはありませんか。次に賛成の立場で討論することはありませんか。討論が内容ですので討論を終結いたします。これより議案第15号橋本市立文教施設利用に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。委員長報告は可決であります。委員長報告の通りに決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第15号は委員長報告の通り可決されました。日程第23議員派遣の件を議題といたします。本件については会議規則第166条第1項および第2項の規定によりお手元に配布の通り議員を派遣することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。お諮りいたします。ただいま議員派遣の件が議決されましたが、派遣場所派遣期間等に変更があった場合その決定については議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際報告いたします。総務委員長、経済建設委員長、文教構成委員長および議会運営委員長から委員会において審査および調査中の事件につき会議規則第111条の規定によりお手元に配布いたしました申出書の通り閉会中の継続審査および調査をいたしたい旨の申し出があります。お諮りいたします。委員長申し出の通り閉会中の継続審査および調査に付することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長申し出の通りそれぞれ閉会中の継続審査および調査に付することに決しました。以上で本日の日程は終わりました。これにて本議会に付与された案件の審議は全部終了いたしました。閉会にあたり市長から発言の申し出がありますので市長の発言を許します。
市長。9月市議会定例会の閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。議員の皆様方におかれましては8月31日の開会以来19日間にわたりまして決算認定案件を除く補正予算などを合わせて23件の議案についてご承認をいただきましたこと心から御礼を申し上げます。会期中議員各位から賜りましたご意見等につきましては十分精査して今後の市政運営に反映してまいる所存でございます。さて9月10日から11日にかけまして北関東東北地方を襲った記録的豪雨による災害についてですが甚大な被害に遭われました茨城県栃木県の栃木県宮城県の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。3県の主な被害として鬼怒川などの氾濫により死者7人その他広範囲にわたる浸水被害や家が流出し避難をされている被災者も多い状況であります。今後地震台風局的豪雨などに対応するため防災減災対策の見直し市民の避難指示などの見直しを進めてまいります。また県などを通じて支援の要請がありましたらできる限り支援を行いたいと考えています。次に本議会の総務委員会でもご報告させていただきましたとおり本市の財政は大変厳しい状況にあります。この状況が続きますと2000年後には市政運営に支障をきたすという非常に強い危機感を抱いておりこの難局を乗り切るために強い意志を持って財政健全化に取り組む覚悟でございます。現在職員一丸となって財政健全化を取りまとめているところです。次回の12月議会において財政健全化計画をお示ししたいと考えていますのでご理解ご協力をお願いいたします。次に平成27年国勢調査についてご報告をいたします。本年10月1日を基準日として全国一斉に国勢調査が行われます。調査の結果は福祉施策や生活環境整備災害対策などの日本の未来を作るために欠かせない施策の計画策定に利用されます。本市では505の調査区を設け各区自治会長からご推薦をいただきました調査員及び指導員を合わせて383名の体制で調査を開始しております。議員各におかれましてもご協力をお願いいたします。さていよいよ紀伊国和歌山国体総合開会式が26日に行われます。本市ではすでにデモンストレーションスポーツのソフトバレーボールが9月6日に開催され市内外から36チームが集まりました。13日には定夜が開催され23チームが参加しいずれの大会も熱戦が繰り広げられました。また紀伊国和歌山国体の開催を記念して日本女子サッカーリーグのなでしこリーグ一部の公式戦がサッカー競技の会場となっています橋本市運動公園多目的グラウンドで行われました。バレーボール競技の会場となっている県立橋本体育館では明日19日に国体に出場します青年男子和歌山県代表チームが強化試合として男子バレーボール V プレミアリーグの堺ブレイダーズと対戦いたします。このように各競技においては開幕を控え大変盛り上がりを見せています。一方全国から選手団応援団のおもてなしをします市民ボランティアの皆様には昨年7月からお手伝いをいただいており国体リハーサル大会をはじめ各種イベントや開幕100日前のおもてなし研修会などに参加いただき先日最終の業務説明会を開催したところです。市民の皆さんへの国体啓発キャンペーンも一昨年から稼働約200回を超えました。また市民の皆さんと一緒に織ったキーちゃん折り紙で作る巨大なモザイクアートの2015匹のキーちゃんはバレーボール競技会場の県立橋本体育館で披露いたします。昨年から市民の皆さんや各学校で取り組んでいただいております花いっぱい運動では各競技会場や駅等に約2000機のプランターを配置していただく予定です。その他にも各種団体や企業、
多くの市民の皆さん、実行委員会、市議会議員各位のご協力、ご支援を賜り、このように全国の選手応援団をお迎えする準備が整いました。ご尽力いただきました皆様に、心より感謝を申し上げます。さて、紀伊国和歌山国体には、本市から選手監督30名が出場します。また、10月24日から26日にかけて開催される全国障害者スポーツ大会紀伊国和歌山大会には、20名の選手が出場されます。出場される選手の皆さんは厳しい練習を重ね本番に備えてきたと思います。コンディションを整え悔いのないよう力を出し切りプレーされることをお祈りいたします。議員各位とともにエールを送りたいと思います。朝夕はめっきり涼しくなり秋の訪れを感じるようになりましたが、日中はまだまだ暑い日が続いています。議員各位におかれましても健康に十分留意いただき、今後の市政発展のために一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。これにて平成27年9月橋本市議会定例会を、20番千本君。指摘願いますか。しよう。申し訳ありません。自分では2023年号と言うたつもりやったんです。2023年号と言うたつもりやったんですけども、お詫びして訂正し、2023年号には、市政運営に支障をきたすということでありますので、よろしくお願いします。これにて平成27年9月橋本市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。